はいどうも、カパン長、アルパカ系 YouTuber。もう一回やらせてもらっていいですか？え、上手でしょ。はいどうも、カパン長、アルパカ系 YouTuber カパです。はいどうも、コチャン長、アルパカ系 YouTuber コチャです。二人合わせてカパズチャンネルです。よろしくお願いします。え、ちょっとさっきの謎のテイク2何？仕方がねえだろ、中の人が手順をど忘れしたんだ。ヤドン大好きだもんな、そこまで見なくていいんだよ。頭に私か詰まってないからな。お前言う。というわけで今回やっていくのは、何がというわけなのか。こちら、ダメ言うんかこれ。ハードオフ、からの、てってれい、からの、てれれれってれい、効果音のオンパレードや。はい出ましたこちら、これは、その通り、何も言ってないよ。こちら、エーサスマザーボード X99 デラックス2でーす。やったー。でこれ、前にも紹介してなかった。その通り、ここでその返事は正しいよ。これは以前にも動画で出しました。ハードオフジャンクで売られていたマザーボードであります。詳しくは概要欄にリンク載せておきます。よかったらそちらもご覧ください。でも知らない人のために話しますと、こちらもともとピンオレマザーボードとして売られていたんですけど、ああ、ここが完全にいっちゃってるね。よく見てみると実はピンオレじゃなくて、グリスが付着していただけだったんですよね。まさかのグリスピン。だからお掃除したら綺麗になっちゃいました。これは掘り出し物だったね。ちなみにこちらジャンクで価格は4000円。ジャンクでも高くない。まあ元値が高くて、調べたら中古でも2万超えしてるマザボですから、そこから考えるとだいぶお買い得なお値段ですよ。使えれば確かに安いね。使えればって、これをどうするのさ。はい、こちら。おっとこれは、この流れでこのサイズ、察しのいい人ならお分かりでしょう。開封したものがこちら。来たー。はい来ましたこちら、インテル G5252620V3 CPU だ。どうしたのこれ。フリマアプリで買いました。価格は1700円。安いのか高いのかよくわからんお値段。奇遇だな、私もそう思ってた。まあお買い得ってことで意義なし。あ、でもこれはハードオフじゃないんだ。はい、それもこのマザーボード、ソケットが LGA2011V3 というものでありまして、対応している CPU もご覧の通りのもののみ。コア i7 と G4 だけだね。しかも i7 も G4 も他と互換性ないですからね。ちょっとマイナーすぎじゃない。流通量を考えるとハードオフで巡り合うのは無理と判断したため、フリマアプリで購入したという流れでございます。使えるものは使っていこう。しかし G4 なんて初めて見ました。コア i シリーズとかはよく聞くけど、 G4 ってどんなのなの？ G4 とはインテルがサーバーやワークステーション向けに製造販売している CPU ですね。複数のCPU を一緒に稼働させることができるのも大きな特徴の一つ。 G4 並べることもできるんだ。ものによってはマザボも複数の CPU を乗せられるものもあるとかなんとか。有名 YouTuber さんが動画出してたよ。そんな感じでクロートもうなる色々できるのが G4 ですね。すっごい素人感あふれる感想。ではそんな G4 を一旦袋にしまいまして、ちょなんでしまっちゃうのさ。しまっちゃうよ、しまっちゃうよ、しまっちゃう。おじさんだ消えろって、なんでなの、使わないのバカなの。辛辣すぎない？それが理由ありまして。はいこちら。え、場所変わったんだけど。そしてはいこちら、エレクトロニッククリーナー。エレクトロニッククリーナー、これをこれを、おらーぶっかけろ、おらー、いったー。おい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 、何やってんの、ピンビチャビチャだよ。気が狂ったの。4000円をドブに捨てたいの。嫁さんから折檻されたいの。最後のだけはノーコメントで、ご褒美でしたな。いや、これが大丈夫なんですよ。精密機器にも大丈夫なスプレー、それがエレクトロニッククリーナー。でもビチャビチャだけど、これはいずれ揮発するからもう満タイ。大丈夫ならいいんだけどさ、どうしてこんな真似をするの。以前の動画でピンについたグリスを歯ブラシで除去したじゃん。頑張って取り除いてたね。それからグリス掃除にはこうするのがいいって聞いて、どうせならカンプ泣きまでに綺麗にしてやろうということでスプレーを吹きかけたわけでございます。まあ、目視できないグリスが残ってショートするっていうのは避けられるかもね。ほらこうやって話してる間もどんどん揮発してる。すごいぞエレクトロニッククリーナー。じゃあヤダスターも使ってゴミぶっ飛ばしましょう。え、そんなことまでして。とやー。うわー、びっちゃびちゃですやん。エレクトロニッククリーナーがまだまだ残ってるみたいですね。こんなので本当に大丈夫なの？大丈夫。僕を信じて。アラジンの名台詞。もちろん乾くまでがっつり待ちます。あ、オールニューワールド、ザ・ワールド。はい、それでは一晩寝かせておいたものがこちら。自作言うてもお料理番組ちゃうんやぞ。ピンもしっかり乾いたと思いますので、それではいよいよ組み込んでいきましょう。まずはカバーオクパー。打ち切りだこいつをつまみ出せカパー。そして今度こそ登場、大本命 G4 様。お待たせしました。図が高い控えおろう。はは、よろすぎはロタ。陰謀じゃねえから。それでは CPU をそーっと持ちまして、落とすなよ、絶対に落とすなよ。その振りやめてシャレにならん。ち、上手に乗せましたね。この中に裏切り者がおるぞ、出会え出会え。で、さっきからどうして G4 なでなでしてるの？可愛いからキモい。なでなでしてちゃんとハマっていることを確認しただけだもん。それを先に言わないのがあなたの強さよね。カバーも閉めるもん、レバーも下ろすもん、もう一つ下ろすもん。子供らしく喋れば許されると思うなもん。ひえ、なんて言ってる間に CPU 無事乗りましたー。やったー。さあ、作業場は変わりまして、え、また日をまたいだの。今度は自作パソコンに必要なものを紹介します。今回は子供が起きてくる前に決める。この前は子供が乱入して中断したのね。まずは今回の主役、マザーボードと CPU。 すでに CPU は装着済みだね。そして電源ユニット、これはこの前動画で出したお掃除電源だね。そしてこちら CPU クーラー。ハードオフジャンクでだいぶ前に買ったものだね。サイズの小鉄です。コスパ抜群、マーク2の前モデル。それからグラフィックボード、 G4 は内蔵グラフィックないからグラボシスです。ハードオフジャンクで買った GT440 です。そして SSD、 これはもともと外付け SSD だったものを分解したやつだね。容量は480GB。 そしてメモリ、これは DDR4 で 4GB だね。その辺のパソコンからもぎ取ってきました。その辺って、あとはこまごましたものが少々。これは SATA ケーブル。それから CPU グリス、大容量で安かったんだ。あ、忘れてたけど電源ケーブル。組み立て終わってから存在を思い出しがち。とまあこれが今回の自作パソコンで必要なパーツ類です。おい、物が紛れ込んだぞ。え、どれもパソコン組み立てに必要なものですが。いやそれはおかしい。やー、私を巻き込むなー。欲しがってたくせに。はあ、お前何言ってんだー。いいからやるぞ、ほらやっと毛玉の底力を見せてやれ。この毛玉ノリノリである。行くぞカパ。あいあいさ、それではやっていきます。
では不要なパーツはどけておきまして、ちょっとアイキャッチで重要情報をお知らせするのやめてもらえます。あ、私最近仕事辞めました。報告すればいいというわけでもねえから、実家に帰らせていただきます。まあその辺はおいおい話していくとして、今回はこの動画に集中させて、本当は辞めたくなかったんですけどね。さあやっちゃうぞー。それでは改めて開封。おお、これこれー。ちなみに下に敷いているのは何の変哲もない段ボールです。ベンチ台が欲しいと思う今日この頃。いずれ作る、いずれ。あ、これ作れずずるずるいくやつだ。カメラの位置はOKか。バッチグーですってよ。ちょべりぐね。では、まずはこれからやりましょう。こちら。メモリ、デスクトップパソコン用のだね。先ほども言いましたが、DDR4 で 4GB、ヒートシンクもついていないシンプルなデザインです。ヒートシンクがないのもなかなかいいよね。では、切り込みの位置をきちんと確認して、今回はこっちの方だね。間違えないように注意。間違えたら、やべえことになる。経験者は語る。ファミコンカセットのように差し込んだら、私の姉はワンダースワン派。奇遇だな、私はメガドライブだ。どうでもいい情報に惑わされず解説をお楽しみくださいませ。え、PC エンジンだったんですか、素敵。だからどうでもいいっつってんだろ。友達と PC エンジン遊んでたんですよ。今度一緒にしませんか。何そのクソ沼が深い合コンみたいな会話。え、私はデジモンだったんですよ。私は妖怪ザーでしたね。何ここ、いつから婚活の会場になってたの。なんて言ってる間にメモリも土着素差し込みました。そうなんですか、私はプリントごっこでした。メモリって差し込みの力加減わかんないよね。今何か通らなかった、気になるの。へへ、ザーコ共感の意味を込めたコメントなんだよ、煽ってくんな。ヒヒサーセン、今時ニコニコでも聞かねえぞその言葉。ほら解説いくよ。誰のせいでこうなって。次はクーラーいくよ。おめえ後でドカポンしような。私もモテツがいいな。カード全没収の上借金背負わせてやる。闇のゲームだ。俺のターン。ポンコツデュエリストが返り討ちにしてくれる。 CPU カバーにマウントセット。何、ところどころちゃんと解説入れようとしてるところポイント高いでしょ。視聴者様どんなテンションで聞けばいいのかわからないってクレーム来てるぞ。そんなのもちろん熱いハートで聞いてくれよな。もう一人の僕、あんたの青春カードに捧げてたの。グリスを特殊召喚。もう画面がいっちゃったぞ。キャップを外し CPU の上にセット。行くぞ。はい、豚箱のご飯美味しいですね。ストーンオーシャン編開始。最近ようやくアニメ1話見ました。やっぱジョジョは最高だぜ。さっきからジャンプ系で攻めるね。私の父親はジャンプでできている。こいつ親に隠れてトラブル読んでました。わわわ、私の電脳少女と1500%は譲らんぞ。世代結構またいでるね。でそのうんこグリスの上にクーラーを装備。絵文字登場させるノルマ達成。ここでグリスとクーラーが馴染むのをしばし待機。ネジ足りなくて固定できてません。馴染むぞ。はい、クーラーファンをつけますよ。だが断る。つけますよ。あっかい。それではお次に電源ケーブルを差し込んでいきましょう。ガンガン行こうぜ。なんてやろうとしましたが、電源ユニットに端子が足りなかったので急遽他のユニットに交換しました。ああ、端子足りない問題ここできたか。そんなトラブルも自作パソコンの醍醐味ということで、くじけちゃダメだぞいい子のみんな。で、お次はマザーボードに4ピンと8ピンケーブルを取り付けます。余談ですが前の電源にはこの8ピンケーブルがありませんでした。これをそれぞれ合うところにシュート。そしてもう1本もパイルダウン。その効果音好きねー。どんどんできていってますよ。それではお次はグラフィックボードを乗せましょう。これの取り付けは超簡単。スロットに上から差し込むだけ。これこそファミコンだね。いや私はゲームボーイだからその話はもういいんだって。ではお次は SSD 取り付けちゃいましょう。 HDD でもいいんだけどやっぱ爆速 SSD の方がいいよね。 SSD と SATA ケーブルをドッキングステーション。そしてマザーボード側にもマッスルドッキング。へのつっぱりはいらんですよ。あと電源コネクタを差し込むのも忘れないでおきましょう。こんな感じに。さっきから愛の手がむさ苦しいな。それでは最後に電源ケーブルをつなげたらこれで完成。やったぜ。え、これでいいの？ケースには入れないの？そんな配線作業大変なもんしないもん。今回は動作確認だけだからこれでいいんだもん。まあ、パソコンってこれでも動くからね。ちなみに側面から見た映像がこちら。ああ、なんだかそれっぽい。そして逆側はこちら。メモリスロットの数がやっぱ異常だわ。これでもまだメモリの空きが7個ありますからね。不衛次元だよ。さあ、ではいよいよ動作確認やっていきましょう。押す。だから仕事の話はまた後でって言ったじゃん。いや、有給って単語だけでご飯3杯はいけるよね。浮かれすぎて内臓にまで影響で始めたの。では、電源をつけていくわけなんですが、なんか出てきたんだけど、そこで必要なのがこの私カパ。まさかのパーツ紹介での伏線をここで回収するか。電源を入れるにはカパが不可欠。というわけで池和がしもべ。いい、お前がしないんかーい。スイッチオーン。いっけね、主電源入れるの忘れてた。うわぁ、クソみたいな茶番。ハゲロモゲロぶち転がされろ。というわけで仕切り直して、やるぞ我が眷属。いい、そこからせんでいいねん。よし、突撃。スイッチオン。おーん。うわぁ、なんだどうした。つかない、電源がつかないの。おー、いやぁ、おー落ち着け落ち着け。なんでどういうこと。ライトは光ってるから通電はしてるみたいだけど、ちょっと SSD 取り外しておきますわ。まあいろいろやってみよう。そしてスイッチオン。あーダメだー、おしまいだ。なんの、ここで最終兵器を出す時が来たようだな。黒幕が言いそうなセリフ。ハサミーって、これで電源をショートさせる。ショートで起動させるパターンだね。いけー。
ダメだー。終わった。今度こそおしまいだー。まだだ。まだ俺は諦めていない。もうやめて。パソコンのライフはゼロよ。話せ。動作保証ができてない。自作パソコンの辛いとこねこれ。さてここから原因究明の長い旅が始まるのか。この原因探しも自作パソコンの醍醐味で辛い。着いたー。はー。ちょどど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 ど
きより気持ちちょっと長く押したかなって感じで、まさかの長押しするだけ。え、また俺何かやっちゃいました。ナローのテンプレをこれ見よがしに使いやがって。とんでもないスキルで異世界ハーレムライフ始まる。おじいちゃん、夢ならさっき見たでしょう。夢くらい見させてくれよ。でもよかった。これはマザーボードも生きてるってことだね。通電もして動いてますし、これは大勝利待ったなしか。そうやって意味もなくフラグを立てる。てかこれライティングもあるんだね。ちょっと部屋を暗くしてみましょうか。スタッフさんお願いします。あ、さっきのスタッフさんでしたか。お世話になっております。これは、ああ、これは、いいわ。では、真正面からの絵もどうぞ。この鮮やかに浮かび上がる LED いいぞ。設定次第でもっと楽しめそうですね。さてでは存分に楽しめたということで。あ、終わっちゃった。本編行きましょうか。もうちょっとこの余韻に浸らせて。甘い。問題発生です。ななななんでどういうこと。つきません。は、ついてんじゃん。通電して稼働してんじゃん。あんたバカ。いや、画面が、つきません。は、一旦リセットをかけてみましたが、つきませんでした。画面真っ暗だったね。というわけでここから本当の原因追求の旅が始まりますよ。今までのはチュートリアルってことを。こちらをご覧ください。これは電源スイッチとリセットと、あとなんか数字が書いてある。これがこのマザーボードのいいところ。スイッチ類もそうですが、何よりこの数字でマザボ自ら状態を教えてくれるところですよ。ダミー。さすが高級マザーボード。ジャンクで4000円の縄立てじゃない。そういうのいいから、53って表示されてるけどこれは何が原因なの。では、エーサス公式ページから引用してきたものを見てみましょう。こんなのあるんだ。ここがさっき表示されてた数字のところで、そして下の表にその原因が書いてあります。なるほど。ではその表の部分を見てみましょう。なんかいっぱい書いてあるんですが、でもこの表の見方は簡単。こっちがパネルに表示される文字。こっちにその状態が書かれてあるってこと。なるほど。で、今回のは、はい、今回はインテルマザーボードを使用しており、先ほどの数字が53だったのでこの欄を見ればいいというわけです。で、その状態は、と、ここかな。その通り、今回のはメモリーの異常が検出されていますね。すごい、こんなに簡単に原因がわかるだなんて。俺また何かやっちゃいました。その言い方は尺に触るがよくやってくれた。我が軍は圧倒的ではないかだ。ははは。は、では私はパレードの準備でもしましょうかね。がはは。ははははは。しかし、彼らはまだ知らなかったのです。自作パソコンの罠にかかっていたことに。よし、メモリも差し直しました。さっきとは違うスロットに差し込んだね。ちなみに動作確認済みのメモリを使用しております。これなら大丈夫でしょう。では、スイッチオン。よし、ついた。数字もガンガン変わってますね。チェックしてるみたいだね。ふん、どうせ私が勝つのに無駄なこと。って、あれ、表示は53、変わりなし。バカな、嘘でしょ。差し込むスロットも変えたし、差し込みが甘いとかもしっかりチェックしたよ。ならばリセットボタン。再スタートしたらどうにかなるはず。お、69。おいー、やっぱり53に戻るんだけど。ならば今度はそのお隣のメモリスロットに差し込んで。はい、スイッチオン。なんのまだ諦めんぞ。さらにお隣のスロットにゴーシュート。スイッチオン。あ、もうなんでなんでなんなのさ。やばい、沼にはまりかけてるぞ。私が何したっていうのよ。さっきまで何かやっちゃいましたとか言ってたのに。もうなんなのよ。イライラして仕方がないわ。自作の沼にズブズブとハマっているね。あ、もうムカつきマンマックスだわ。何その愛と勇気を投げ捨ててそうなヒーロー。メモリ、お前船から降りろ。ついに味方に当たり始めたぞ。はい、皆さん、メモリ君は体調不良で早退しました。お前が追い出したくせに。では先生、悲しいですが彼の意思を無駄にすることがないようメモリなしで続けます。ついにパソコンデスゲーム始まった。最初の脱落者、メモリ。ざわざわ。ではこの状態でやけくそスイッチオン。ついに本性を表したわね。さて、メモリなしなら効かないのは当たり前なんですけど。あれ、どういうことなの。数字は53のまま。メモリありでもなしでも数字は53で変化なし。当然これでも画面表示はありません。ほら、ここメモリありません。手品で使うようなアピール。メモリありなしでも変わらない。これ一体どうすればいいの。肩に電流走る。ざわざわした方がいい。メモリスロットは両側にある。先ほど試したのは片側のみ。つまり逆側にさせば万事全てが解決する。なんてそんなことは言ってない。顔面真っ赤っかですよ旦那。ちなみに使用メモリはこちら、サムソンの 4GB、2400MHz のもの。これはもしや。またざわわした方がいい。これは私のサブ PC。 そこから抜き取るわメモリ。まさか。ちなみにこいつはコルセアの DDR4 メモリ 4GB、2666MHz でございます。こいつを使う。サブ PC にまで手を出すとはこいつ本気だ。こいつには何かやるという凄みを感じる。ではこのメモリを差し込んで、電源を入れたら準備完了。ってメモリ変えただけじゃん。こんなんで状況が変わるわけが。うるせえ、黙って見てろ。急なお頭口調。スイッチオン。いった。
ット。どうだ、数字は60、14。また60、61を行ったり来たり。69にもなって、6譜とかも出てきたんだけど、あ、33、いやまた14だ、ちょっと不安定になってるんだけどこれどうなってんの？きっと今激しい争いが内部で繰り広げられているに違いない、そんなバカな、ダメだ、早すぎて目で追い切れない、やむちゃしてんなのこれ、数字も上がって70代に突入、これ数字が高いからといっていいとは限らないよ、さあ80代を超えついに90代に、いやまた60代に戻ったよ、と思えば99に、ちょっと見やすいように部屋暗くしておきます、そして64になり、あ、なんか止まったよ。これは、A2 かな？数字じゃなくてアルファベットだね。お、おいこちゃ、今すぐ画面をチェックしろ。え、か、画面。来たー。うわー、映ったー。自作者には見慣れたアメリカンメガトレンズ。これは一体、これはもう稼働まであと一歩ということですよ。ダニー、ここまで来たらもうこっちのもんですよ。あとは画面表示に従ってキーを押せば、はい、この通り。おお、バイオス画面来たこれ。セットアップまで来ることができました。ちなみにきちんとマザボも CPU もメモリも認識されています。ほんとだ。X99 デラックスだし、インテル G4 だし、メモリもコルセアだ。やりました。沼脱出ということで良いかな。はい、大勝利です。ジャンクマザボも真のジャンクではなかったと。これはやりました。でも、どうしてメモリ変えたら動いたんだろうね。それはきっとマザボと馬が合わなかったんでしょう。相性が良くなかったわけだと。そういうこと。こんなんわかるわけないやん。替えのメモリがなかったら積んでましたね。アップな。でも私は成し遂げたのです。さあ、喜びを表現するのもいいけれど。そうですね。浮かれているのもこのくらいにしてさっさとセッティングしちゃいましょうか。それでは一旦本体に戻りまして、てってれー、今日何回目だこの効果音。 Windows 10インストール、この USB を本体に差し込んで、もうなんかいろいろやったら、おなじみの窓のマークからの、ちょっと効果音ちゃん今出番だったんじゃない？さすがにうるさいとクレームが来たので、あ、ごめんなさいね、ほんと私が悪うござんした。さてでは無事起動までできたので、この G4 ちゃんの性能をいろいろと見ていきましょうかね。変態だ、逃げろ G4 ちゃん、逃がさないよ、楽しもうね。にちゃー、相方がワッパかけられるの見たくないよ。専門用語は任侠映画からの影響ですな。ということでまだ話せるうちに解説いっちゃってください。いっちゃいますの。ということでまずは CPU 情報から。インテル G4E5-2620V3 ハズウェル世代だね。ソケットは 2011LGA 2011でもいくつか種類があるらしいから、もし買うときには超注意ね。コア数は6、スレッド数は12スレッド、6コア12スレッドってことね。これはなかなか多い方じゃない。さすが G4、 コアスレッドが多いぜ。何回言いたくなるよね G4 って言葉。そしてマザーボード情報はこちら、 ASUS の X99 デラックス2。これは最初に話した通りの情報だね。一応 BIOS は2018年のものみたい。はい、そしてお次はメモリ。これは DDR4 で 4GB がしっかり認識されてるね。1枚だけなのでちゃんとシングルチャンネルですね。しかしどうして初めのメモリは合わなかったんだろうね。最初のメモリのことはもう忘れよう。何その恋愛ドラマで聞きそうなセリフは。さあそれではお楽しみのベンチタイム始まりますわよ。やったー、ベンチ式式。これは CPU-Z に搭載されている CPU 性能を測る機能ですね。ここのベンチ CPU をクリックすればスタート。というわけでできたものがこちら。3分クッキングも驚きの速さ。シングルスレッド 291.2、 マルチスレッド 2139.6。 うお、出たって。これ性能としてはどうなの？ではリファレンスと書いてあるところから、このソフトに搭載されている例を出して比較しましょう。こちら、あーっと、これは、はい、まずはコア i7-9700K を出してみました。その性能はちょうど赤で表示されてる箇所ですね。シングル480、マルチ5416。あーっと、比較するとマルチで2倍以上の差がつけられちゃってるね。まあ 9700K は10コア20スレッドですから、パワーが違うのは仕方がありません。ということでお次比較しましょう。オス、はい、お次はこちら、ライゼン7 2700X。 スコアはシングル488、マルチ4935。ライゼンにもまた圧倒的大差。ちなみにライゼンは8コア16スレッドです。ほ、他にはないのかい。いい戦いができそうなやつ。それならこちらはいかがでしょう。お、これはコア i7-2600K です。スコアはシングル345、マルチ1686。うお、ここに来て G4 の勝利だ。ちなみに 2600K は4コア8スレッドですけどね。それでも勝ちは勝ちなの。あ、はいはい。ではその調子で次の勝負です。これはコア i7-4790K。 スコアはシングル451、マルチ2301。あーっと、これは僅差だ。僅差で G4 負けてしまった。シングルはダメですが、マルチではトントンですかね。スレッドが多いからそれでポイント稼いでるって感じかな。そして最後がこちら、コア i7-6700K。 今回たくさん比べてくね。これはシングル474、マルチ2377。これもマルチは僅差だ。あれ、第6世代の i7 でも意外とスコア伸びてないですね。この辺インテル停滞期だったとか。あおるねー。でもこれで大体わかったのは、この G4E5-2620V3 性能はコア i7 第2世代以上、第4世代未満ってことかな。おお、なるほど。勉強になります。ではその調子でみんな大好きシネベンチやっていきましょう。シネベンチ好き好き。私もチキチキ。きついなこれ。お前が言い出したんやろうが。というわけでスタート。お、始まった。ちなみにこちら画面を直接撮影しています。見にくかったらすいません、この白毛玉が謝ります。この茶色毛玉後で泥に沈めておきます。いいぜ、お前の白を真っ黒にしてやるぜ。お前の茶色を赤く染めてやりますよ。ってまた脱線してる。へぇ、こういうと三流格の違いってやつを見せてやる。兄さんはもういいから、ほら、画面の解説をしようよ。縮小持ってかれた。人体錬成してろ。というわけでシネベンチ R23 をマルチ測定しております。通常速でこの速さだったね。では待ってもいいですが、倍速行きましょう。トランザム32倍速でお届けしております。そして、はい、出ました。お、どうなのどうなの。はい、結果はマルチ
4709。へぇ、まずまずの結果じゃないの。まあ妥当なところってとこですね。ではその調子で今度はシングルスレッド計測していきましょう。もうすでにスタートボタンを押しておりますって。これも通常速でのお届けなんだけど、こいつを見てくれ。どう思う？すごく、遅いです。まあシングルだからこんなもんで仕方がないんだけどね。でもさすがにこのまま待ってもいられないので、はいトランザム。今度は16倍速でのお届けでございます。それでも結構遅かったのでカット。はい結果はこちら。おお、あっという間。これが編集の力だ。自信だけは言っとまえて。結果はじゃあ見やすいように少し拡大しますね。シングルスコア634。これでどっちも出たね。というわけで最終結果はマルチスコア4709、シングルスコア634。このような結果となりました。やったー。まあ下の最新 CPU と比較するとどうしても見劣りしちゃうんですけどね。それでもしっかり完走してくれただけで私は嬉しいよ。私もジーオンちゃんがこうして動いてくれるだけで涙が止まらないよ。突然の親目線コメントどうしたの。年を取ると涙もろくなるっていうじゃん。ちょっとやめてよ。最近ドキュメンタリー見ると泣いちゃうからって。私はプリキュアで泣いた。キュアゴリラ強く生きて。でもこれで CPU 性能は大体見れたわけだ。そうだね。じゃあ今回の動画はこの辺で終わりということで。まだだよ。まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。速攻魔法バーサーカーソウル3連打。なんか来たー。だってこのマザボにはメモリスロットが8個あるんだよ。やらないわけにはいかないじゃん。サブ PC のメモリはもうゼロよ。これそれぞれ 4GB だからさっきのと合わせて 4×4GB で合計 16GB。 一気につよつよ PC にワープ進化だぜ。ひえ、相方が遠い世界に飛んでっちゃうよ。いや待て。まだだ。まだこんなんじゃ足りないよ。まだこんなんじゃ満足できねえんだよ。おいバカ、それ以上は。これでメモリは合計4個。でもマザボのメモリは全部で8個。ということはつまり。おい何を考えてるんだ。バカなことはやめろ。魔法カード発動。封印の黄金室。いやー、それは私のメイン PC。まだ俺のバトルフェーズは終了してないで覚悟しろよ虫野郎。ケツの毛一本すらも残さずむしり取ってやるぜ。100%。とても子供たちには聞かせられないセリフ。この魔法カードの効果により、俺はこのパソコンからメモリを1枚ドローする。そしてドローした分だけ強くなる。バカが加速してやがる。手がつけられねえ。アクセラレーション、レボリューション、ゴージャスしたいの。いや、私はキラリンレボリューション。そういや妹の茶を呼んでたなお前。ドロー、8GB、ドロー、8GB、ドロー、8GB、これで最後だ。もうラメー。ドロー、8GB、メモリ4枚融合、強靭、無敵、最強、アルティメットバースト、ほらー。って何この動き。興奮の舞です。クジャク前に出て。よし、これで全てのカードは揃った。もう好きにしたまえよ。すでに4枚のメモリは実装済み。これで5枚目、6枚目、7枚目、これで最後だ。もうこうならやけだ。やったれかか。おー、いけー。やった。俺はついにやったぞ。メモリ8枚全部出しだー。キャー、かっこいい。ガッチャイデュエルだったぜ。酒持ってこい酒。飲まずにはいられない。ということで、メモリスロット全部占拠しました。くぅー、たまんねー。こんな光景初めて見た。私は今猛烈に感動している。ちなみにこちらがクーラーを取り外した写真です。ん？エクスタシー。この変態は特別な訓練を受けています。右で 4×4GB の 16GB。左で 4×8GB の 32GB。16+32 で合計 48GB。モンスターマシンの爆弾だ。ギモジー。いったー。たまらん。もうよだれと涙でべちょべちょですよ。すごいのー。しかしこれでも 32GB×2 枚差しの 64GB に負けるというね。それは言わないお約束。さあ、自作 PC はロマンだ。自己満足の世界なんだ。他人にとやかく言われてもそんなん金がねえとだけ言っておけ。リアルな言い訳だな。では再度組み直しまして、起動からのバイオス画面来ました。本当に動くもんなんだね。そしてほら見て見て見て。うるさい、そんなに興奮すげえ。本当に8枚全部認識されてますよ。H から D2 までぎっしりですね。やったぜ。この瞬間がたまんねえの。それでは起動からのタスクマネージャー確認。メモリの項目はこんな風になってます。うお、本当に利用可能が 45.7GB もある。超余裕のよっちゃんですよ。どんなソフトもどんとこいです。ではこちらもいろいろと性能を見ていきましょうか。お願いします。メモリ爆増した威力を見せてやる。ベンチやるんだね。もちろんイーズリーよ。ポッターシリーズ半分しか見たことないくせに。メモリ増設したジーオン様の真の実力を見よう。敵側の中ボスが言いそうなセリフ。最高に入ってやつだ。とはいえやることはさっきと一緒なので結果だけ報告しますね。あ、ちなみにチャンネルはクアッドチャンネルになってました。デュアルチャンネルを超越した。俺は人間をやめるぞ。ジョジョー、その血の定めは置いといて、ベンチ結果はこちら。あ、そんなあっさり。シングルスコア 290.7、 マルチスコア 2179.8。 よっしゃ、出たって、あれ、スコアこれほんと、ガチ中のガチですが、思ってたより低くない。じゃあさっきのと比べてみますか。一番いいのを頼む。では、こちら、さすが私の相棒。左がメモリ 4GB 1枚差しのもの、右が今回のメモリ 48GB 8枚差しのもの。スコアは、シングルがそれぞれ 291.2×290.7、 マルチは 2139.6×2179.8。 よっしゃ、って変わんねー。ほぼ差なしですね。こんなん誤差の範囲内ですやん。ちなみにメモリ 4GB 4枚差しでも同じようにしてみましたが、結果はこんなもんでした。メモリとは一体、まあ、言うて CPU 性能を見るものですからね。メモリ容量はそこまでいらんのでしょう。赤外世の中だね。世の中そんな甘くないってことだよって。でもシネベンチならきっと何か変わるはず。ということでやっちゃいました。仕事早い。結果はマルチスコア 4740、 シングルスコア 643。 結果報告選挙なーで、こちらも先ほどと同様に 4GB と比べてみます。こちら
左が 4GB、右が 48GB の画面です。スコアは比較すると、マルチスコア、4709:4740、シングルスコア、634:643データ。で、やっぱりこっちもほとんど差がないやないかい。まあこれも CPU 性能を見るものであって、メモリ性能はほとんど関係ないから、ああ夢のメモリ8枚差しが。もちろんこれも 4GB、4枚差しの 16GB にしても結果は大差なし、ベンチ走る速さも同じだったから動画映えもしないよ。ベンチはメモリに関係なし、それが分かっただけでもよしとしよう。ただ、やっぱりメモリが多いとできることも当然増えます。一体何をするんだい。それではまずは Google 先生を開いて、せっかくなので YouTube 見ましょうか。いやどういうこと。同時にタスクマネージャーも開いて、これで状態を確認しながら操作していきます。だから何をするんだって。この使用中の数字と、このタブにご注目。な、何を。よっしゃ開け開け開け。うわぁ、どんどんタブが増えてくよ。上から片っ端に開いてけー。内容なんてお構いなしだ。まだ俺のバトルフェーズは、もうやめて。そのネタは飽きられてるわ。バカな。だがそれでもタブと使用中メモリは増えてくぜー。タブを開けるごとに使用中メモリも増えてくよ。まだだまだ俺は満足してねー。俺を満足させてみろ。そのネタさっきも見たわおじいちゃん。さて、じゃあこのくらいでいいかな。おぞましいほど開かれたタブの数、一体いくつ開いてるの？多分全部で20個くらい開いてますね。やだこんなに多く入らない。ほら切り替えてやるよほら。いやー目がチカチカする。最近のテレビでもこんなに激しくチャンネルを切り替えることなんてないだろう。チャンネル争いとか懐かしくて涙出るわ。ただまだ俺のバトルいかやく。ここで俺は新しいウィンドウを開く。今度は一体何を。準備できたら、よっしゃ開け開け開け。いやーまた意味もなくタブを増やす。速攻魔法発動。増殖。メモリ使用量も目に見えて増殖していってるよ。魔法楽しいの。さらには別窓でウィキペディアも開いたりなんかしちゃったりして。誰かこの暴走を止めて。開くよ。開いちゃうよ。開いちゃうおじさんだ処分しろ。さあそろそろフィナーレと行っちゃうよ。さ、最後に一体何を。やっぱこれだわ。阿部寛さんのホームページ。決まったぜ。爆速半端ねえ。ちなみにさっきのチリン効果音は出演作であるトリックを意識しています。知らんがな。そうそうこれこれ、ベストを尽くせ。お前らのやっていることは全部まるっとお見通しだ。ということでこんなにたくさんのウィンドウ、タブを開いてもまだまだ余裕のあるメモリ。これでも使用中なのは 9GB のみ。右上の目力が桁違いだよ。まだ 38GB も使えるどん。何言われても頭に入ってこない絵なんだけど。こんな状態でも余裕で爆速なのが世界に誇る阿部寛のホームページ。圧倒的な存在感。それでは存分に楽しみましたのでそろそろ終わりにしましょうかね。他のウィンドウは消したのにどうして残してんの。これだけ開いてたらメモリ使用量も 2.9GB にまで減りました。あーもう惚れるわ阿部さん。うほ、そっちじゃねえよ。ということで、エンディングです。誰かこの G4 とメモリの活用法を教えてください。でもこれから先もメモリ8枚出しなんてすることないだろうね。今回のでかなりロマン充電できたぜ。これがあるから自作パソコンはやめられねえよな。まったくだ。てか、気づけば動画時間めっちゃ長くなってんだけど、いらん話たくさんしたからね。いらんとはなんや。こんなのですがよかったらこれからもお付き合いくださいませ。あ、それとただいま絶賛引っ越し準備中ですので、次回の動画の期間が空くと思います。また落ち着いた頃に動画を上げようと思いますので、それまでしばらくお待ちください。チャンネル登録、いいねボタンして待っててね。あからさまな最速私嫌いじゃないよ。ということで、以上。この動画は、アルパカ系 YouTuber カパと、アルパカ系 YouTuber コチャがお送りしました。それじゃあまたね、カパン長。